ゲームデザイナーズワークショップは1973年から1996年まで存在したウォーゲームとロールプレイングゲームの出版社である。この会社の数多くのゲームは現在他の出版社が権利を保有している。ゲームデザイナーズワークショップは1973年6月22日に設立された。設立メンバーは EN ・フランク・チャドウィック。 リッチバナー、マークミラー、そして EN、ローレン・ワイズマンで構成されていた。GDW の新製品は20年以上の間、だいたい毎月22日に発売された。ロールプレイングゲーマーとボードウォーゲーマー、そしてミニチュアウォーゲーマーの間に存在する環境のギャップを埋める努力として、会社はファンタジー設定の RPG と並行してミリタリー設定の RPG を出版し、 同様に、第一次世界大戦と第二次世界大戦、そしてアメリカ南北戦争をさらに EN、エアースーペリオラティシリーズ、または EN、ハープーのようなボードウォーゲームも出版した。会社は財政トラブルに苦しんだ後1996年2月29日に解散した。会社で働いていたデザイナーたちは GDW の失敗に起因する燃えつき症候群に見舞われた。 マーク・ミラーはインタビューで、閉鎖は自発的なものであり、後年の燃え尽き症候群は、ゲームのプロデュースが非常に早く、デザイナーたちがこれを長期的に維持できなかったことの、結果であると答えた、みんな働いている時はとても幸福だった。ザグレナディアは1978年から1990年までに35号が発行された、ハウスマガジンである。機関紙としてスタートしたが、 週末期には散発的に出版されていた。それはすべての企業のゲームをカバーし、GDW のゲームに紙面の多くを使っていた。EN、Journal of the Travelers Aid Society はトラベラーに捧げる雑誌として、GDW が1979年から1985年に出版した。チャレンジは Journal of the Travelers Aid Society を置き換えた。 ロールプレイングゲーム雑誌である。トラベラーだけでなく、GDW のすべての RPG 製品をカバーした。ありがとうございます。